ートオンラインホローリアリゼーションですね、今回は新しいキルたちの物語っていうところと、まだ、原作アニメでもやっていない、新しいエピソードになっているので、ぜひソードアートオンラインが好きな方はキルたちの新しい冒険が楽しめると、そこを体験してもらえればなと思っております。今作はですね4人で、マルチプレイを行うことができます。でゲーム中いろんな難しいクエストが出てくるんですけれども、それをまあ一緒に、乗り越える仲間を集めて、冒険をしていくことで、まあ、より強いモンスターと戦って、強力な武器を手に入れるっていうことができるので、ぜひ友達と、もしくは世界の皆さんと楽しんでもらえればなと思ってます。そうですね、今回はやっぱりソードアートオンラインのですね、かわいいな、ソードアートオンラインのですね、新しい、冒険がですね、アニメと小説でも違うところが見れるところがいいかなと思ってます。謎の NPC、2人いるんですけども、この NPC はですね、実は2人で1つの役目があります。でそういうですね、隠された秘密も、実は注目してもらえると、面白いかなと思っております。今日はニオコミコン、来ましたが、本当に活気があって非常に、なんか元気をもらいました。パネル終わってですけど、本当に JRPG のファンの皆さんが熱気あふれる方で、こういう人たちがいるから、こういう、ゲームを、JRPG のゲームを作れるんじゃないかなと。Actually, really awesome with all that he does with Sword Art Online, all the emotion and the action that he puts into it. Looking forward to finding out who that mysterious NPC is. I think I've just been a fan of roleplays my whole life, so really like into like the fighting style and everything. I can't wait to play it. Thank you for bringing it here. ゲームもですね、RPG、アクション RPG になっておりまして、気軽にいろんなプレイヤーの方が遊べるゲームになっているので、そのあたりも楽しんでもらえればなと思っております。11月8日発売するソードアートオンラインホローリアリゼーションをぜひ楽しみにお待ちください。